うわ、素晴らしいアルティメットだよ、クト様。おい、早くゲームだ。あれさえんだろ、トロちゃんが。今俺これでなんかクト様にお褒めの言葉がなかったとしたら苦情を PTA から出します。やっていきます。意外とうまそうでしょ。トロちゃんを見る配信になっちゃった。いやーし、見るかダブルシリーズ決勝より面白い。これ最近クト様はおもろい。あ、待って、見せた。最近クト様すごいおもろい。ゲマゲマ切り抜けしたんだよ、雷神とやってるやつで。おもろい。ちょっとクト様見に行くか。ミシトなんかいけそう。今みんな、あ、空気終わり気味か。大丈夫か大丈夫か、ロールしてないが。重めだぞ、やっぱり負けチームは。やめろー、普通に心痛い。普通にトップさ、妹キャラ対決でさ、心痛い。頑張れ頑張れ、どっちも頑張れ。あー、もうダメだ、やばいやばいやばい、このゲームやばいわ。あの猫めきトロロが悪魔に見えるもんな、対面にいる。こっち目線。トロちゃん始めてまだ5日ぐらい、3日目、すごっ。だから3日でカスタムに飛び込むメンタルも素晴らしいな。メンタルも昔からエビンボ TV 見てたらしいぞ、スタミナパンは。なんでロール配信者スタミナパンなんだけど、一応これちょっとやり返すんだよね。これちょっとあれされちゃうかもしれない。おい、早くゲームだ。あれされんだろ、トロちゃんが。ナイス。どっちからとか言ってんだけど、マジかよ。トップ大丈夫それ。あー、おし、先早く。リーシーがお前、リーシーがお前、めっちゃ耐えてるわ。いや、これ回復素がいないから持ってけないか。おお。3日、素晴らしいぞ。うますぎるだろ。3日でこれはちょっと有望すぎるだろ。いやでもね、俺クト様もね、クト様が、俺クト様の努力を見てるからね。俺クト様ちゃんと見てるからさ、雷神のコーチングを受けてから配信開いて AI でずーっと CS 取る練習してた、一人で。敵に攻撃しちゃいけない、今は CS を取るんだと。Q を適当に使うと敵に吸われちゃうから、 Q は敵が遠くの時に使うと。ちゃんとそれの努力を見てるからね、俺はクト様の。森の中真っ暗なの嫌だな。いやでもこっち来そう。危ねえ、もう怖すぎ、やばい、ここ。いやートラピー、トップの戦い。トラピーバイバイ。ほんまこのレーン、他レーン盛り上がっててもうこんなことになっちまうのか。やってるって下でロレ。やべ。いや、一種のド M だろこれ、トップレーンやってるやつだって。いただきます。この疎外感が気持ちいいと思ってやってるだろ、喋ることねえや。トップのあのここにドラゴン置こう。できないんだよな、ポケモンユナイトみたいに。どっかおるの寄ってきてほしいかも。じゃないと阻害されちゃうって。サンダー置こうぜ、ここに。でもスワップするよ。あはははははは。そっち行っちゃいけない。三日に寄るの、多分サミーラとかいる。あ、フィオラいる。うわ、素晴らしいアルティメットだよ、クト様。サミーラからの、オーマイガー、オーマイガー、おわー。いや、フィオライクト様のおかげだろ、今の。クト様のおかげだろ、褒めろ、みんなで。バカだれどもが、クト様の働きはお前軽んじるな。クト様がやったんや、今の紹介中断戦は。クト様の動きを今見てたのか。今俺これでなんかクト様にお褒めの言葉がなかったとしたら、校長先生からちょっと俺 PTA から出すわ、苦情を PTA から出します。スタッフ含めて配信だけ10人のパパがいるからな、トロロ。あれ、じゃあ、トロちゃんがカスタム開こう、パパカスタム開こうぜ、パパカス。
終わってるカスタム。なんとは言わんけど終わってるカスタムです。マシュナーカスタム俺まともに見たの初めてなんだけど、素晴らしいな本当に。めっちゃカスタムゲームになってるな。ADC 落としてる。イヌキタ。イヌキタかわいすぎ。イヌキタかわいすぎる。レートが離れちゃうとね、言いたいこと言えなくなるから。俺言いたいこと言えない派だったからね。雷神とシャルルがいるからさ。俺とかジャストが言いたいこと言えなかった。忍者なんか知らんけど言わなかった。リーがうまいんだよね。いや、もう新鮮でおもろかった。クト様の顔。いや、栗田が一生どっか行ってて面白かった。ライジンの方は。スパースパンがなんか見てるらしいわ。見てんの？あいつ。みんな。見てるらしいけど、でも推しは推しは対面のクト様らしいよ。おい嘘つけ！おいこいつ！おい PT 言ってくれよ！こいつは違う、こいつ違うよ！クト様！許せねえな。違うよ。虚偽報告だよ。勝ち込みに行くからな。あ、もうメンタル終わったな。お前でかい。そのサポーターとしてスタンミジャパンでかすぎるよ。それがいなくなったトロロの脳みそは今終わった。フィードします。緊張したら急に見られてって思った。保護者ずらしてるよあいつ。保護者ずら。保護者ずらじゃないからね。ほぼ保護者みたいなもんなんで、ズラはやめていただきたい。あ、講師なんだ。釈迦 VS 神は見応えあった。え、なに？え、どういうこと？え、カスタムに参加したの？すげえ。じゃあ、あれなんじゃない？普通にうまいじゃん。この初心者枠の中ではないんだ。159レベルだもんな。バキみたいなこと起きてんじゃん。釈迦 VS 神だもんな。週末のあれけあれ。釈迦 VS 神。それをさらに上から見る雷神。いるな、なんか。そういう系の名前意外と多いな。神のコーチは雷神がやってるよ。あ、そうなの？それマジ？ウルさんのコーチングを雷神がやってんの？そんな神々しい対談があっていいのか？想像以上の勝ち越しを受ける。タイトルがもう漏れちゃう。なんだこの動画。あー気になる。早く見て。この動画絶対おもろい。絶対におもろい。いやバッと見ちゃうか。ちょっと1分2分1分ちょいだわ。あまた。はじめまして。 BGM どうした？なんですか。いや CS はね、はい、だから安全な時は丁寧に撮ったもん。はい、なんでボットから離れたの？これ選挙の予想版で。なんかいい努力スパンされてないですか？このテイストでやるなよ。コーチング動画違うだろ。だから1分40秒ぐらい何もしてなかったんでね。AFK してた。1分40秒大事なのは時間を無駄にしないこと。だからやるのかやらないのか、どっち基本的なカーブができてない。おもろすぎる、おもろすぎる、おもろすぎる。だからやるのかやらないのか、どっち基本的に。ちなみに最初の集団戦なんで勝てなかったの？もうやるんだったらさっさと死んだ方が効率いいまである。はい。まあ時間を無駄にしてるよね。助けてリスナーで静まってから BGM 始まってサモナーズリフトに新転換するんだけど、待ってくれ、優秀すぎないか。時間を無駄にしてるよね。助けてリスナー。でその後死んだから追加で時間無駄にしたんだけど、まあ見れば分かるんだけど、1、2、3ぐらい打ってたね。でブッシュの中で見て1、2、ね、勝つためにどうする。またおもろすぎ、おもろすぎ。厳しいまし。
違う、もう一個した。トンサケモで。じゃあ置かなくてもいいかな。はい、散歩してた感じですか。そうね、お散歩ってかまあ AFK してた。濃すぎるよ。おもろすぎる。YouTube の動画ってさ、10分ぐらいの動画が多いからさ、雷神のチクチクみたいなジャブみたいのがさ、その10分の動画のうちに散布されてたんだよね。ここ、実は2分のところに雷神います。5分のところに雷神います。6分でまた雷神。最後で締めで雷神みたいな。これもう1分22秒。全部雷神濃すぎ雷神のチクチク集めるとこんなに濃いのか。1回のコーチがここまで出る。なんでボットから離れたのこれ。1000件は予想版で。だからやるのかやらないのかどっち、基本的にファームができてない。エドロップこれファームしないといけないから。好きすぎるんだけど。ここ好き。だからやるのかやらないのかどっち、基本的にファームができてない。エドロップ、ちなみに最初の集団戦なんで勝てなかったの。やるんだったらさっさと死んだ方が効率いいまである。ちょっと待って、嫌なローランドってなんだよ。お前らはあるマジで。ポジティブなこと言わないローランドね。時間を無駄にしてるよね。助けて、その後死んだから追加で時間無駄にしてる。待って、これシリーズ化しよう。これ絶対してくれ。おもろすぎる。おもろすぎる。雷神っていうコンテンツの終着点だよ。集約されてる。山木が編集がうますぎる、この動画。これ最高だ。これ最高です。うわー、えぐいな。